長賀とは、律令制において、毎年元日の朝に天皇が大極殿において、皇太子以下の文武百官の配賀を受ける行事、朝配とも。なお、天皇に直接拝礼するのが不可能な地方では、国賀において国師が軍事らを率いて成長にて天皇を妖拝した後に、国師が軍事以下の拝礼を受けた。東野というが編纂した通り点によれば、 の酵素が初めててを行ったとされている日本では大化2年に行われたのが最初とされている。日本における元日の概念は中国から暦が伝わって以後に成立したと考えられている。ただし、それ以前より1年のサイクルは存在したと推測され、その始まりに際して何らかの儀礼が存在し、中国の長がと日本古来の年始の行事が組み合わさったのが、 日本における、長賀の形態であったと考えられている。大会後律令国家形成の過程の中で、定例化され、元日には、天皇と所属する市のうちの神以外に対する拝礼は禁止されるようになった。俗に本期大法元年上には長賀の細かい様子が描かれており、この頃に儀礼としてのスタイルが確立したと見られている。元日の天皇は、朝から、司法拝、 九五役、長がの順で儀式をこなし、平安時代に作成された上岸儀式では、天皇が立つ一国に代理から、ちょうど院内にある大極殿に参入することになっていた。定常の装飾品は、大法元年から大納言以上の礼服着用は、大法2年から開始され、さらに平安時代初期に拍手を再配に、中国風に改めたため、即位式とほぼ同一の設営。 礼服式次第で行われるようになった。また、長賀の後には、元日節営が開かれたほか、二日には、皇后や皇太子が長賀を受ける、中宮の長賀や、東宮長賀が行われる場合もあった。村上天皇以後、朝廷の大事が夜に行われるようになると、長賀も次第に行われなくなり、村上天皇の天10年の長賀は、 天皇が太極殿に入ったのは未参国であり、一条天皇の省略4年に行われた長賀では、天皇が、うの時に太極殿に入ったにもかかわらず、参加者の遅刻によって大幅に開始が遅れた。省略4年を最後として、長賀は行われなくなり、略式の怖さ配をもって、長賀の代わりとするようになった。 年中行事時点 P486,958 年5月23日、初版発行にし、閣議状況編東京堂出版記者の藤原、厚勢が大極殿に入ったのは、身の時のことであったが、同様の参加者が複数いたと見られている。ありがとうございます。